クルメ市寺ラマチの徳雲寺にある墓、井上津大明治2年4月26日は、クルメがすりの創始者。天明8年に、橋口屋という米国商を営む平山玄三、三つの娘として、筑後国クルメの通り町で出生。7歳の頃から食器を習い始め、13歳の頃に、藍染めの布地に白い斑点ができたことから、独自のかすりの図案を考案した。 21歳の時に、ハランコガマチの井上八時に突起次,次男和ズを儲けるが、つてが28歳の時八時は病死。突いでからは試行錯誤しながらくるめガスりをアデンカズリとして売り出した。3人の子を抱えながら、井上の織物の美しさは評判になり、最初は20人前後だった弟子が、井上が40歳の頃には3400人を超えた。 そのうち400人は各地に3割クルメがすりは、クルメ藩の特産品となる。晩年は、実家近くに工場を設けたり、クルメがすりの出張教授をしたりした。明治2年に82歳で死去。母書は、くるめ市寺町の特区モデラ。クルメがすりは、昭和51年に、経済産業大臣指定伝統工芸品に、指定された。つてが出生した時には、祖父はすでに死去していた。 長男の平太郎は、稲松屋という店の娘、三崎と恋舎になりでんをしぶしぶ了承させ、稲松家の婿養子となり、長男のハンワーレと三人の娘を儲けた。次男の朝吉は幼くして死去。長女の糸は、捨ての知り合いの店で働いていた義助という男と、結婚し一男児女の子宝に恵まれる。ありがとうございます。